はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ということでね、姉さんがお送りする戦国無双5、前回の2からやっていきたいと思います。後天神城の戦い、はい、ということで行ってみましょう。奥でね、ゼニが盛り上がってますけどね多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、三月も姿を消してしまう。悲しきかなだね。どうすんの。家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に、自ら大軍を率いて出陣した、ね、信長編第6章、諸侯高天神城の戦い。高天神城やったわ。嘘ばっか教えてんじゃねえよ。高天神城でもいいんじゃないの。高天神城で。長政やで。俺の好きな長政。いや、ゼニは吉本でしょ。いや、ちゃう、俺ガラシや。あーな、ガラシやでんって今回。だって光秀でも終わまでぐらいだからね。本能寺の変ぐらいまでの話だそうなんでね。信康のこと、すまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実。やむを得ぬ手段でした。瀬名までも連座させることになろうとは。これでまた俺の業が一つ増えたな。なんでこの羽好きなのかね。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は。従者の弥助だ。宣教師のもとにいたの。俺が召し抱えた。ドレッドヘアだね。この頃からあったの。この時代おる。なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康と存じています。以後、お見知りおきください。この時代ドレッドなんかあんの。しかも再度刈り上げてるよ。ほら、平八郎やろ。早く選んで。いやもう平八郎で十分ですよ。忠勝ですわ、時代は。ガラシャ、ガラシャ出ねえって。しつけえよ。やすけはいいよ。やすけじゃあってなんだよ。じゃあってなんだよ。対局じゃねえか。振り幅が。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考える。でもね、もう信玄、あの親方様がいなくなった武田なんてね、岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば、あの甲斐の虎がいないんでね。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を絶っとだ。良いな。はっ。とはいえ、岡部殿は難敵。心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手。もともと今川なの？手を抜くつもりはない。あ、もともと銭派閥だったんだ。岡部？かつての強豪。あ、課金アイテムですかね。もちろん馬は課金アイテムですよね。めっちゃ早いな。キリンと国外だからね。何？のろし。やばいで、やばいで。熱い湯ってなんだよ。熱い湯ってなんだ。熱い湯。
この時代感に我らは時を稼がねば。ああ、なるほどね。この時代感でコーヒー飲みたいとかいないだろ。お湯沸かすとはそこで。なんであんな上でお湯沸かす必要あんのよ。あ、そっち反対やった。下で沸かせよ。今のうちに落としてしまえ。ここで、ここで200人切り捨てよ。多い。ちょっとも邪魔だって。当たってねえし、最後まで200人いるけど、おらん。まあね、どっちかというとね、私の住所はゼニです。だからゼニは急げ言われてる。え、急げよ。俺今やってんのよ。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねば。勝頼が味方を見捨てたとなちょ、落ちていっちゃったんだけど。ほら、急げ言われてて。いや、だからそっちなんとかしろよ。え、私、うん、いや、さっき200人撃破しようかな。ちょっと落ちちゃったんだよ、この弓兵隊長みたいな。この人倒せってやつや。弓兵を排除できたようだ。これ中天神城へと進むことができよう。あー、あとこいつだ。あー、入られちゃった。なんで掘っていくのこれ。倒したで。いや、こいつだよ。こいつだよ。もう一体いるよ。そう、失敗しちゃったじゃん。200人倒さなあかんねん、ここで。あともうちょっと。悪い。息は見せたわ。もうよかろう。よっしゃ、200人。砦を制したよ。オッケー、次どこ。知らない。岡部、岡部いけんの。岡部分かんない、いけるんじゃないの。どうせ逃げるんでしょ、うん、あ、ハンゾーで、ハンゾー知ってる。ハンゾー選べたもん。ハンゾーにしたよかった。いや、つけねえ。勝頼様のため、ここは何としても耐えねば。おりゃ、おった、岡部。でもお前は一番邪魔。そう。望むところよ。かかってまいれ。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。あ、陣太鼓隊長。なんで入ってくんのあんた。どれや。十八郎だけでは不安や。何がや。痛い痛い痛い。平八郎なめんな。無駄なあがきよ。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。迎え撃って。大隈さん、あっちな。ここでやったが100年目。あ、ここいっぱい倒さなあかんのちゃ。いや、その二人取ってきてんじゃない。ちょっと勝て。ここで勝て。あったあった。海のほど知らずね。待てお前、こらバックレードすんな。無理や。あんま減ら。敵に情けはかけぬ。お見事と申し上げておきましょう。勝頼様からの援軍さえ来れば。あ、こいつなんか逃げた。後ろに引き上げるほかあるまい。何、岡部さん。おう、鷹天神城。行け。逃した。鷹天神城を激しく攻め立て。倒した。敵増援が来る前に落とすのだ。ね、鷹天神城ってどこよ。鷹天神城、あの下じゃん。その程度。なるほど、よく分かる説明で。皆の者、
部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着まで、ここが正念場と開門。ファイターで時を稼ごう。そうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。織田徳川の本陣を落とすのだ。本陣狙われて。じゃあ本陣守りに行こうか。そっちどうせ行かれへんの。あんた前進んで。明日行こうか。本陣行ってくるわ。よいしょ。へえ。打ち死に。リエ。騎士改正の好機。織田信忠を討ち取れ。勝手に討ち取んな、人の。信忠様を守らなくては。ヤスケもええて。ヤスケええね。上先行かな、悲しいで。もうそれ俺が何とかしようか。よいしょ。はい、終わった。一応終わり。いや、もうお前、何もすんな。より一層じっとしといてくれ。本陣で。余計なことはするな。また？え、もうこれこいつら。どこよ、もうどこおんのよ。あ、おった。それやっとんね。てよ、ここやで。あ、そっち。ああ、とりあえず本陣の方守った。じゃあもう一体の方行こうかね。よいしょ。時間があるから倒したい。こいつ後にしよう。もう次おんの。ここにどこ行ったやな。もう小山田さんがおんねん。名前マンタに変えてしまえ、この野郎。ここ降りてえの。ええよ。めっちゃ飛ばされた。何してんの。ええ、よっしゃ、落とした。って何かにめっちゃしばかれてるんだろ。これは見事なお手並み。敵に情けはかけぬ。したか。聞かせてもらう。誰？プリタさん？ジャンビとも止められぬと知る。プリタ来いや。プリタ。ちょっと弱かった。はい、トンボよりもあっけねえのな。やばい、いっぱい飛んできて危ない。やばい、いっぱい飛んできようで。危ない危ない。よいしょ。ああ、このまま。どこ行ったら。おりや。閉まってんだよ。閉まってる。うん。開けるわ。開ける。おりや。開門。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした？早く出せ！騎馬隊来たらしい。敵に焦りが見えた。騎馬隊ごとき。もうしまったわ。本陣。え、もうボンボンおるやん。
え、騎馬隊？この効果か。敵の援軍は未だ現れる気配なし。向こうまで回らなあかんの。いや、こっちか、なんかびっくりマークあんな。こっちか。え、閉まってない。閉まっとる。え、どうしたい？だから、騎馬隊なんとかして。ああ、ここ。俺がそれを仕留めた。ちょ、どこ行きよ、騎馬隊ちょ。どこ行った、どこ行った。危ない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 。よし。ちょっと。敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。開いた。もはや誰も当てにはできぬ。人が武を持って迎え撃つのみ。これっぽっちじゃ満足できねえ。城を枕に討ち死にしてこそモノノフの本懐。諦めろ。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。いいよ。戦う意志衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。いや、まさか開いたで。あと岡部さんだけ。何も駐在。なんでさらっていくのよ。無双に。もう一ゲージやんな。勝ち寄様とで不従の決断でやろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て。敵を道連れに怪人と化してくれる。燃えるらしい。ああ、もうだから火つけの好きね。燃えても何やったっけ。ももち。いや、ももちの得意技ね。多くの者たちを死なせてしまった。よっしゃ、もうそう溜まった。神の言葉もないが、自ら火を放つとは。さすがは岡部だ。壮絶な戦ぶりよ。ついに勝つよりの援軍が現れない。どこ行った岡部。俺の負けの名も地に落ちた。おい、なんどこ持ってっきょんねん、こら。人が無双しとるときに何をしょんねん。あ、武器あったで。いや、違うよ。俺が無双に行ってる最中に何さらって言ってくれてんねん。え、なんで平八郎ゲージ3つもあんの。え、そら平八郎やろ。なんでそんな平八郎戦ってやろ。なんでよ。信長ですら2つやん。 VIP 優遇アカウントやで、ね、これ。なんで戦ってはもう武器のレベル見ても分かるやろ。なんでだ。ちょっと死にかけやで、回復してよ。いや、大丈夫。助けに忠を尽くすその姿勢、まさにモノノフの鏡と言えましょう。そこまで言われてはモノノフにふさわしい最後を遂げたいものだ。家康、拙者を撃てるか。どこやるの。どこやるの。え、どこ行った岡部さん。どこ。あ、おった。あんた、人の敵をどうしたんや。俺の無双を完全に無駄にしようやろ。え、無双で倒さなあかんねん。もういけそう。行くで。終わるか。あ、倒した。ロブタダはええねって。よっしゃ倒した。あろうはずもないわ。打ち死に。いや、でも今までの何戦うのが圧倒的に強い気がする。あんま出てきてないもん今回。我が身可愛さに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになる。だって真田も出てけへんのに、この武田。
雪村とか。そうやな、ちょっと時代が古いからね。で刑事もそうやしな、ちょっと時代が古いから、ね、少し昔を思い出した。やのにヤスケは出てくるんだろ。俺次ヤスケ使いたい。ヤスケ。あの男。元は今川義元というものの家臣。全部殺害った後やで。当時今川家は天下随一の強大な勢力を。ほんまに？だが俺は。めっちゃ偏見で言うてるやん。様で今川に勝利した。その時、義元の愛党左文字と共に。まさにずっと左文字使ってるな。使った。継いだんだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。ヤスケ、お前が相手だとどうも無駄話が。なんでこの人こんな日本語上手な。次は公衆討伐だ。日本おるから。え、いや日本におるからって言ったって。はっ、ちょっと片言やん。でも、え、いや関西なまりとかって嫌やろ。あ、お二つ出てない。はい、だからコンボ数難しいって。一人やったらいけるんかな。いや、だからどっちかはもうコンボ数上げるためだけとかに、うん、でしな無理やと思う。じゃあ俺のヤスキがそうする。ヤスキ無理やって。使ったことないけど弱っ。28 いらない。やすけの武器やすけ。なんやろな、やすけの武器。知らん。だってやすけまだ使われへんやろ。操作キャラじゃないやろ。次ぐらい。あ、使えた使えた。うん、え、まさか、パンチ。パンチ。素手でした。やっぱカポエラするんじゃない。ガラスもパンチや。とりあえず、よろずやで資源買っとこう。なんだっけ、布がいるんやったっけ。いや、全部一通り買うねんて。三つとも全部買うね。横で行けんで。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。まだまだか。まだまだやて。まだまだやな。うん、どんだけ布買わなあかん。はい。ありがとうございました。はい。まあ姉さん今回はね、ヤスケが登場と。鹿の助の代わりにヤスケと。はい。こんなところでね、まあ、今回締めていただいて、はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニーの方がやっております逆転裁判並びにアンチャーテッド、私の方がねやっております地球防衛軍5並びに6で、私とねゼニーの方がね不定期で開催しておりますデーモンズゲリラライブ誰がおるんゼニーさんとお前何いらないことしてんの本当ね、こちらの方ねバイオハザード1となっておりますんでよろしくお願いします。お願いします。以上です。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くよ EDF。